ゆすむくん、君も。君もついに。これもしかしたらあれじゃない？うわぁ、もう今回、二組、夫婦ができる可能性。ほい。ということで、今回もやっていきたいと思います。じゃあ、早速、マンション行ってみよう。あ、え、待って、今回もハートがあるんですが。あ、千早さん、入るよ。入るよ、入るよ。切ない。切ない。あ、マジでプロポーズ行きます？女の子からやね、また。またしても女の子からやね、めっちゃいいやん。いや、行こう行こう、頑張ろう。どこでプロポーズするのがいいでしょうか？どこがいいかな？高級レストランで。その前に着替えた方がいいですかね？着替えなんかいいの持っとったっけ？ちょっと待って。あ、ハーフコートとスカートで行こう。よし、これで。ところで、プロポーズをするタイミングに自信がありません。いや、これ、うちのこと頑張ろ。今だ。頑張ろ。アイルを送ってくれますか？いや、何、プロポーズの季節に来ました？わかった。それでは、プロポーズに。プロポーズの季節っていつや？秋頃？よし、来い。何、どうした？毛が入ってた？料理に。そういうことではない。一応、毛のこと考えすぎじゃね？毛が生えてる方？やけい、きれいね。あ、いいぞ。ね、切り出したぞ。なん、ちょっと、もうちょっと乗り気に、もうちょっと乗り気になってるよ、たくん。うっと、どうしよった。危ない。鼻がどうした？うちとどっちが綺麗？いいね。いいね。そして周りにもリア充がいっぱいいるよ。お、りょうたくんいいよ。笑顔いいよ。グッドグッド。実は大切な話があるの。お、これめっちゃ順調じゃない？え、めっちゃ順調じゃない？これ、ストレートでいけるんじゃない？グッグ。え、てかさ、いつも思うけどさ、これ大事な話があるって言われてさ、その後で他のこと考えるの結構意味わからんくない？よっしゃ、ストレートどうよ。おー、びっくりした。ちょっと一瞬の間が怖いんだけど、もしかして断られることがあるのか。お、新婚さんも一緒におりやん、ちょっと横に。いいね、いいね、いいね。おかげさまで、プロポーズしていただきました。やったよ。これにこれもあげます。ほうほう。実用品に扇風機をもらいました。ありがとう。それでは結婚式をあげてきます。いや、幸せだね、幸せだね。嬉しいね。いや、立て続けにこういいことが続くと嬉しいもんだわ。いい感じの慎重さやね。さ、これでまたね、続々とカップルも増えていってくれたら嬉しいんやけどな。ね、みんなどんどん結婚していくけんさ、またちょっとカップルが減っていくわけやん。カップル増えて、夫婦増えて、で、どんどんなっていけばいいな。二人とも髪色明るいね。いやー、いい幸せ。千早とルタの新婚旅行 in 中国。はい、スタート。いいね、いいね。九歳高です。九歳高。はい、チーズ。お、いい感じなんじゃない？どうなんやろ、わからん。でも笑顔はいいよ。交流です。交流。はい、チーズ。また真顔。めっちゃ真顔。大爆府。はい、チーズ。お、いいね、かっこいい。楽しそう。さあ、今回はめちゃくちゃ幸先が良かったぞ。これ、お土産です。ほいほい。
お宝、パンダのぬいぐるみをもらいました。ありがとう。これからも、夫婦ともどもよろしくお願いします。いや、もうこちらこそ、こちらこそよろしくお願いします。あー、レベルアップ。まあね、幸せ絶頂だからね、今。はい、それじゃあ、道具で、何がいいかな。体重計。はい、どうぞ。道具、体重計をプレゼントしました。ヨタと結婚して毎日ながら色です。お、いいね、もう数日経ったのね。はい、それじゃあチャーハンをどうぞ。いただきます。ほいほい。いや、まあね、新婚生活はきっと楽しいことでしょう。これからそれがね、何年何十年と続けばいいなと。ほい、それじゃあ、あ、なるほど、一軒家の方に戻っていったのね。戻っていったというか、一軒家の方に、お、はあ、待って、ハートが多い。ノエリちゃん。お、これはちょっとまたしてもハートの季節がやってきた。いや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 、誰、相手は。相手いない人でしょうね。あ、キング。キング、マジかー。いやー、ていうか、君の姉妹じゃないかい？あ、違うか。そこは違うか。ちょっと待って。よし、当たって砕けよう。当たって砕けよう。正統派でいきますか。どこがいいでしょうか。そっか、ノエリちゃんの姉妹は、あれか。黒影さんの方だね。はい、喫茶店で。うん、うん、もうこれでいこう。わかりました。では、勇気を出して告白していきます。これあれなんかな、略奪的なことあるんかな。あ、でもちゃんと本人はやってきてくれているのね。なんか後ろにアイヌちゃんがいるのが。こんな私でよければ付き合ってください。お。ごめんなさい。ですよね。ちょっと待ったもなかったね。あるんかと思った、ちょっと。矢野やりちゃん、男の子はもっといっぱいいるから大丈夫よ。全然、まあ、半々いるからね。釣られちゃいました。そういうこともあるさ。ほらほら、クッキーでも食べて落ち着いて。うんうん、どう、美味しい？きっと誰かの手作りクッキーよ。すごく美味しかった。お、よかったよかった。まあ、そのうちまたね、時間が解決してくれるから。そして私はこっちが気になってるの。ゆすむくん、ゆすむくん、君もついに、これもしかしたらあれじゃない？うわぁ、もう今回、二組、夫婦ができる可能性。いいと思う。いいと思うよ。ゆすむくんは男の子からなのね。素晴らしき。はい、それじゃあ、花火大会行きますか。その前に、着替えた方がいいですかね。着替えなんか持っとったっけ。これしかなかった。あ、パーカー短パン。どうかな、パーカーで行く。パーカーで行く。よしよし。私に任せとけ。ストレートで行ったからな。よし、次もストレートで行けるように。わかった。それでは、オッケー、オッケー。いや、まさかの、そっか、カップルじゃなく、夫婦か、いけるかな。2回目プロポーズ。よし、来い。ちょっと何か考えて。綺麗だね。おう。おう。そうね。これ、男の子からのパターンと女の子からのパターンじゃやっぱりちょ会話の内容違うんかな。あんまり今まで意識したことなかったけど。あ、ちょっと待って。若干遅れた。刺されてないよ。大丈夫大丈夫。無比とかしてきたはずやけん、多分。え、それを刺されてからやっけ。君の方が綺麗だ。うふふ、ありがとう。いいね、いいね。ラブラブだね。ちゃんと決めてあげるけんね。タイミング。来い。虫コナーズとかかな。虫コナーズってあれやっけ、スプレーやったっけ。実は大切な話があるんだ。あれ、ぶら下げとくやつやったっけ。
何？はあ。え、次やろ、これ。え、次じゃない？いけるんじゃない？ちょっと。来い。ヘイ！やったー！二組目！マジか！これ来たな。喜んで。やった！二組目成立したんだけど、どうした？ちょっと結婚ラッシュ。結婚ラッシュハートー。いや、なに、誰、ゆすむくん仕込んでた？素晴らしいやん。おかげさまで、普通のポーズに転向しました。いえいえ、よかったよかった。はいはい。実用品、音のスプレーをもらいました。ありがとう。でも、僕たちは、まだ子供なので、いや、全然スプレー使えますよ。大人スプレーも使えば、大人になれるのですが。え、てつかちゃんね、この間ね、あの、お兄ちゃん、弟、どっちかわからんけど。もう結婚したけんね。いやー、もうみんな大人になってくんだな。それでは、よろしくお願いします。はい。おっとなぁ。いいね。ありがとうございます。大人になれました。いえいえ。もう、子供じゃないんですね。そうよ。責任とかが生じてくるけんね。それでは、結婚式を挙げてきます。いってらっしゃい。いやあれかな、もしかしたらこの間の結婚式で、ブーケを受け取っとったのが、てつかちゃんやったんかな結構親族集まっとったよね。いやーいいね、幸せだね。おー、ちゃんとね、親族集まってるよ。もうユニポンちゃんが、ここまで育ってきてよかったわ、私、みたいな、感慨深そうな顔しとるよ。いいね、いいね。いや、二組目とか幸せか。お、そして、中国。中国人気。あ、これ順番変わるんやね。大爆風。掲載校、でも行く場所は一緒なんか。どうしたモデルみたいな、やすむくん。はい、チーム。いいね。いいね。あ、楽しかった。楽しかった？それはよかったよ。ほいほい。パンダのぬいぐるみ本日2個目ありがとう。これからも、夫婦とももよろしくお願いします。こちらこそ、これからも、これからも、バシバシよろしくお願いするよ。はい、それじゃあ道具で、何がいいかなぁ。釣り竿。はい、どうぞ。道具、釣り竿をプレゼントしました。勉強して、自分の知識が増えるのは楽しいことです。いいことだと思う。知識増えるの楽しいよね。知ってること増えてたらなんか分かることもいっぱいあるし。はい、麻婆豆腐。どうすか。おおお、まさかの嬉しいことめっちゃ続くやん。やったやん、大好物。踊り出すほどの大好物だったようです。よかったね、ゆすむくん。めっちゃ幸せの絶頂やん。いいことが続くわ。超ハッピーだわ。そして、二組とも家にいると。じゃあちょっと一軒家の方覗いていこうか。住宅地。いや、増えたね。揃ってるね。いいね。はい、さっきのね、ゆすむくんとてつかちゃん。落ち着いてね。めっちゃ落ち着いてね。はい、そしてりょうたくんとちはやさん。こっちも結構落ち着いとるね。いや、でもいいよ。安定してるのはいいことだよ。幸せそうで、仲良さげで何より。なんか顔見合わせて話しよってよ。はい、ってことで、ちょっとみんなに募金を募ります。さあ、じゃん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 入れてっておくんなまし、みんな。
今日は 27,100 円集まりました。ありがとう。はい、そして朝一見ていこうか。美味しい食パンだよ。お、食パンいいね。食パン結構普段から安い値段でね、売り寄るとこ多いけど、それ以上どれぐらい ?60 円ぐらい。ありがとう。はい、そして今日も歌詞を送ってきてくれた人がいるので歌を紹介していきたいと思います。はい、じゃあ今回はソロで、そして私のソロでアイドルの曲ね。これ K さんが送ってきてくれた、 K さんがね一番初めに送ってきてくれたメシテロデイズ、あれの2番が出来上がりました。いいねいいね。これね、ついこの間私がツイッターで朝からね吉野家に撮った写真をアップしたんやけど、その時のことを歌詞にしたらしいです。いいね。いいね。朝だろうが昼だろうが夜だろうが、好きな時に好きなものを食べる、健康には気をつけつつ。いいね、幸せ。はい、それじゃあミーニュースを見ていこうか。今日は盛りだくさん。次になりました。ミーニュースをお伝えします。お願いします。深刻なジャガバタの不足に明るいニュース。ジャガバタの生産5倍に。毎年8月はジャガバタの需要が最も増える。マジでなぜ、なんか冬場の方がありそうやけどね、需要。てかジャガバタどれぐらいか、秋ぐらい、秋から冬にかけてっていう感じがする。ほう、私の耳に聞きました。なんでもっと早く教えてくれなかったんですか。じゃがバタいいね、食べたいね。暇な人、暇だからっていうことじゃないやろ。頑張って5倍生産できるようにしたんでしょうよ。はい、ということで、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやー、なんか素晴らしいね、マジで素晴らしいね。2連続プロポーズ成功は、この流れが続きますように。